疲れです。よしみチャンネルです、今回はですね、すき焼きを作って、そのすき焼きの肉で、おにぎりにしていきたいと思います。すき焼きで作った、のり巻きサンドですね。そちらの方を、ちょっとやっていきたいと思います。結構材料だけ揃ってれば、美味しいお肉入りのおにぎりが簡単にできるんで、ぜひやってみてください。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。割り下をちょっと作っていきたいと思います。今お酒とみりん、ちょっとアルコール飛ばして煮切っていきます。そしたらちょっと火をつけてアルコールを飛ばします。そしたらですね、こちらにザラメ入れていきます。あと蒸発とお砂糖入れていきます。あとお醤油ですね、お醤油入れていきます。玉ねぎ入れていきます。はい、今回はすき焼きの、のり巻きですね、ご飯でサンドしたいと思います。材料はすき焼き、貝割れ、トマト、卵焼き、こちらでやっていきたいと思います。これまたまた結構ね、手ベタつかず便利にできるんで、これ便利です。大体 50g ずつ入れるとちょうどいい大きさだと思います。キュッキュッキュッ。具材を置いていきます。焼きの肉汁はね、一旦ちょっとペーパーで、ご飯ベチャベチャにならないように一旦切った方がいいですね。ネギを、ちょっとだけあのマヨネーズを隠し味で入れたいと思います。挟んでいきます。
こちらで、今回はすき焼きですね。すき焼き、ちょっと海苔で巻いてみました。すき焼きの海苔巻きサンドです。はい、そしたらこちらですね、すき焼きを今回は海苔巻きで巻いてみました。すき焼きの海苔巻きサンドですね。じゃあちょっと食べてみたいと思います。いただきます。ペーパーで包むとやっぱ食べやすいですね。いただきます。めちゃくちゃうまいっすね。美味しいです。焼肉っていうより本当にすき焼きって感じで美味しいです。いや、めちゃくちゃうまいっすね。美味しくいただきました。今回の動画も良かったと思いましたら、いいねボタン、またはコメントよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。